皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集は、人気教室の先生が必ずやっていることについてお話をしたいと思います。ですね、これ結論から言ってしまうとですね、人気教室の先生というのは返信が早いです。それだけっていう人もいるかもしれないですけれども、これって、教室に限らずですよ、ビジネス全般に関して共通する、返信の速度が速いだけで、例えばものすごい時間をかけて練って練って超完璧なプレゼンテーション作るって、時間ギリギリで提出っていうよりも、ある程度やっぱそうですね、8割型の出来でスピードが速くって提出してもらう方が評価が高いっていうデータがあったりとかするんですね。もちろん練りに練ってやったものを出すっていうのは全然悪くはないんですよ。だけれども今の時代っていうのは特にスピード勝負な時代なので、早くっていうだけでイニシアチブがつくっていうか、喜んでもらえる度合いが、完璧さよりもスピードの方が評価されやすい時代になっています。ということはどういうことかっていうと、例えば、生徒さんから質問があるっていうことに対して返信の速度ですね、どれぐらい速いのかっていうのも、感動とか感激レベルのところで言うとですね、評価がすごく高くなるんですよ。で、私もいろんな先生とご一緒させていただいているんですけれども、私もいろんなところでですね動いていて、返信はセミナー中はやっぱりねどうしても返信できないし、教室の先生が返信その間はねできないっていうのはもちろん理解はしているんですよ。しているんですけれども、例えばちょっと長めの案件だったりする内容でお話が来た時に、なんとかさんこんにちは、内容見ましたよ、レッスン終わってから返事しますねっていうのが一本できる先生っていうのは、やっぱりマミネコミュニケーション取れる先生なので、信頼感とかがすごく生徒さんから高いんですよね。だから信頼感が高いっていうことはすごくファン化しやすいっていうか、先生こんなに忙しい中に返してくれたとかね、それだけでもまたこうロイヤリティが高まるっていうか、評価が上がるっていうところがあって、いろいろとお付き合いしている先生で、そうですね、たまにもちろん例外もありますよ。本当に忙しすぎて遅い方とかもいらっしゃるんですけれども、人気でお仕事もバリッバリやって、生徒さんもあっちこっちにいて、大体全国規模で生徒さんが来る先生っていうのは間違いなく返信が早いですね。早い。私も当然その速度で返信しているんですけれども、基本私のモットーはですね、内容の案件が複雑でない限りは例えば新幹線とかそういう中で見ても返信できちゃうライトの内容だったらじゃんじゃか返信していってる方なんですよ。じっくり例えば音声でねご回答しますとかっていう場合には順番でお受けしててっていうことでおおよその期限言って長くなっちゃう時とかもあるんですけれども、見てすぐに返信できるなっていうのは片っ端から返信していくんですよ。でないとメールボックスがすごいことになっちゃって、それだけ情報量のやり取りをしてているし、私自身もクライアントを抱えながらさらに新規の方とお話をして面談をしてっていうことになるので、ワンポイントアドバイスとか無料相談とかも結構やってたりするあれもあるんですけれども、通常の日常業務に加えてプラスアルファそれが入ってくる、それがあるので、もう見た瞬間にインスピレーションで返していくと処理速度がやっぱり速くなっていきますね。だから私その先生だけに限らず、めちゃめちゃ忙しい写真家の方に素敵な写真が自分が勝手に感動しちゃって、メールメッセージを送ったことがあって、夜中の1時半だあ違う2時ん12時だったかな、それでお忙しいと思うので、もう本当にこれ私の気持ちを伝えたかっただけなのでって言ったら、そのメッセージに対してたまたま起きてたからだと思うんですけどね、1時半にすごい丁寧な
あのメッセージをいただいて、あ、一流ってこういうことなんだなっていうのをその時に実感して、私もそういうスタンスでやるように心がけています。なので、あの人気教室になるっていうね、そのノウハウ的な問題ではなく、お客様に対してどれぐらい心を砕けるかとか、その真摯に迎えるかっていうのは実はスピードとかで判断されちゃう時とかもあるので、もしも割と後回しにしがちとか、いやゆっくり考えてたから遅くなりましたよとかっていうのではなく、もうその時のパッと思いをまずは伝える、でもう一回送る、そこの手間を惜しまないっていうのが逆に人気教室の秘密なんじゃないのかなっていうふうに思ったりしてますので、ご参考に。それでは。